今回やりますのは3で割りますね。まあ、時間軸横軸だとすると、まあ、こんな感じ。ビートが赤色でビートの間が等間隔に3等分。最近の曲は意外と少ない気がするんですけど、まあ、ブラックミュージックによくあったっていう感じですね。1900年代の、まあ、ブラックミュージックっていうのはゴスペルあり、ブルース、ジャズ、それからソウル、ファンク、ヒップホップみたいに進化していったような音楽の歴史があるわけなんですけれども、まあ、その初期からあります三連携とかね、シャッフルとかいう、こういうのを三連携と言ったりします。三連携も話同じじゃないっつってね、まあ、こう歩くじゃないですか。こうステップを踏みますと、で足を上げるタイミングをちょっと遅らせるというかね、あ、うんうん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 、あ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 、で厳密にあの機械でね、これは分かりやすく定規みたいに3等分したわけなんだけれども、曖昧であることの方が多いです。きっちり3で割れるってことないんで、およそ3等分、あんまり長さが分かりづらいなっていう場合は、まあ言ったことあるんですけど、なんかこう言葉で置き換えてみる。例えば加藤、お客様の中に加藤さんっていらっしゃいますか。加藤、母音含めてだいたい3音ですね。加藤、加藤、加藤、でこれ繰り返して、加藤、加藤、カト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 で、カがオフビートでトがオンビートです。赤色がト。カト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 カ、あ、グルーブしてきたみたいなね自分で、口にしたりするとその長さの感覚が分かりやすいと思います、はい、おすすめはカトカカで足上げてトで着地って、カト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 カが、まあ、イズンチラブリだったらカト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 、あ、うん、あ、うん、あ、で足で乗ってもらって、着地した瞬間に手を離して足を上げるカのタイミング、オフビートタイミングでクラップでやってみよう。するとカト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 カ、1231231231、まず足で乗る、あ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 とカト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 、足で慣れたら手で、あ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 、カトカトカカトカ、しばらくこれやります。日本人ってその三連携とかシャッフルとか苦手っていうのが通説なんですけど、これって結構もう
体に染み込んでるはずなんですよ。多分こうやって普段歩いてる人いると思う。はーってこう何も考えずに歩いてたら割とこういうタイミングに なってると思うのね。あの、テンポによってはスキップの感じとも言えるね。これタタン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